防衛線を通過できるよう白駅砲部隊が対通信中継オフライン集中攻撃を始めるわよ。何らかの防衛システムによって白駅砲が阻止された。突破できたのはわずかよ。くそ、強行突破だエージェント。やり直しは効かないからな。異常エネルギーを検知しました。こんなの見たことがない。ターミナルから来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。調べてくれ。
システムの再起動を停止。防衛システムの効果。やられた。まずい。
ットワークアクセスポイントを検知。そのターミナルにつないでみるんだ。転送完了。相当な量のデータだ。調べるのに数分はかかるぞ。敵の無線を傍受。リビジョンがいる。あの飛行機には近寄らせるな。絶対にだぞ。連中が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べろ。のデータによると、レイザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。レーザーバックはまだ荷下ろしエリアにあるかもな。手荷物処理場からモールに向かえ。敵の無線を傍受。ウィーズルが応答しない。死亡したか。了解。全部隊戦闘に備えろ。
システム終了。事態に備えろ。あいつらどんな手を使ってくるかわからないからな。自動セキュリティシステムが起動中。まずいぞ。バッグを探して破壊しろ。全ての二次システムがオンライン。一次システムは 76% だ。全面戦闘準備が完了するまであと60秒の見込みとなってる。この空港は絶対に渡さないぞ。ここで食い止める。ビークル指定 DDP ダッシュ52レイザー。ぶっ壊してやれエージェント。
ま寝てろ。重要システムが露呈。エージェントが助けを求めています。エージェントダウン。突入する。
システムが露呈。重要システムが損傷。重要システムが露呈。エージェントダウン。エージェントが行動不能です。
護する。エージェントが助けを求めています。エージェントダウン。隠れてろ。回り込んで攻撃しろ。
起動中。の実験兵器を大量に破壊したな。チームを送って回収できるものは回収させる。有益な情報や機材があるはずだ。システム復活。